国道の典型冷国道とは、日本の道路の俗語で、一般国道のうち乗用車による通行が困難で、あるなど文字通り、ひどい状態の国道を、国道の読みに引っ掛けて揶揄するものである。古くは1958年に書かれた、阿川広行の寄港文、東北国道2000キロ、道路地図や自治体紙、新聞、飛行機、国会発言にも、使用例が見られる。 日本国が特に指定した道路である一般国道は単に国道とも呼ばれており、その多くは整備が行き届き、交通量も多く、特に地方においては道路としての存在感や安心感は他の一般道路とは格別であるとも評されている。一般的に国道といえば、このような適切な整備が実施されている利便性の高い重要な都市間道路というイメージが、 連想されることが多い。国道という言葉は国道として指定をされていながらも上記のような国の道は整備された道というイメージにそぐわない実情を持つ整備状態の悪い道路の俗語として使われている。一般国道のある路線の全区間が国道の状態にあるわけではなく一部の区間だけが国道であるのが実態であるが国道区間を持つ路線は 全体的に見ても、整備状態が良くないことが多いため、当該路線を指して、国道と票する場合もある。現在では、道路と破趣味の一分野として、この国道を走破することに情熱を傾ける国道マニアの存在も成立しており、インターネット上には、国道を走ったもしくは歩いた時の状況などを、記したレポートや旅行機も多数存在するほか、 ドライブレコーダーで走行中の前方の景色を撮影、編集して動画サイトで車載動画を紹介する人も少なからず見られる。その中には趣味が高じて何らかの知名度を得て一種のアウトドア系ライターなどのプロセミプロ的な活動を行っている人物もおり、国道を扱った単行補にやむく DVD などの販売もされるほどである。また、テレビ、東京系列の番組、 土曜、スペシャルでは、著名人などが、国道を行く、知られざる国道の旅シリーズが、過去数度放送されている。こうした、国道も、道路管理者によって、バイパス改築や、拡幅事業など、年々整備改良が行われており、少しずつ解消されつつある。また、バイパスなどの整備によって、急道となった、国道は、国道の指定を外れ都道府県道もしくは、 市町村道などに広角となることが多く、特に山岳地などで道路の安全確保維持が難しく、将来的に利用価値が見込めないケースでは、廃道となる場合もある。地方自治体にとって、一般国道の指定は、国から補助金を得て、整備状態の悪い道路を改善する手段の一つで、あったため、とりわけ1993年に新規指定された450号から507号までの、 一般国道については、それまで都道府県道までしか通っていなかった自治体からの国道昇格請願が多数あったと言われている。しかし、こういった一般国道の場合、他の国道と比較して、もともと交通量が少ない道路であるなどの理由から、道路改良整備の優先度が低く、道路改良事業化が後回しにされているのが実情となっている。国道は、 下記のような特徴を持つ国道のことを指す。ただし、国道は個人の主観で評価されて呼ばれている用語であり、下記に挙げられる要素は、国道と呼ばれる道路の事例として文献などに記載がある。道路法的に未共用の区間は、正確には国道に当たらないが、路線に未共用区間がある時点で国道と呼ばれる、資質があるものと考えられている。 国道指定から長い時間を経過しても道路整備が進まず国道状態にある道路は多い。国道区間を含む道路であっても歴史的に新しい一般国道の路線が追加指定されてきたという理由は国道らしい道を整備したいとする地方自治体とその道路を国の幹線道路とする資質があると認める日本国政府との双方の思惑の一致が事実としてあったからである。 一般国道の路線は、1992年の路線指定を最後に、路線数は増加していないが、海上国道や一般国道の自動車、専用道路などを除くほとんどの路線で、主に記認定されている都道府県道が昇格する形で誕生している。鳥取市佐治町にある国道482号、昇格記念碑。は1992年当時。 建設大臣だった山崎拓の書である。ただし、現在の国道482号は佐治川北岸を通るルートに付け替えられたので、この記念碑の近くを通る佐治川南岸の道路は、旧道になっている。国道に指定させたい路線を持っている地方自治体は、道路法第5条で規定される国道指定の要件を満たす候補路線を作成し、諸葛官庁である。 建設省に国道昇格を陳情すると、建設省に集まった候補路線の中から商議にかけられて、さらに絞り込まれた候補路線だけが残り、道路法で設置を義務付けられている道路を審議会にかけられる。この答申結果が建設省の決定案となり、閣議決定を経て、一般国道の路線を指定する政令が交付されることにより、 新しい一般国道の路線に指定されてきた。こうして誕生したばかりの国道路線は、前日までカテゴリーが低い都道府県道以下の道路であったため、国道になりがちであるが、そこまでして都道府県が保する道路こそ整備グレードが高く、かつ迅速に整備したい道路であり、国道になれば道路の新設や改築にかかる費用の一部を国の負担、補助を受けることができたため、 既存道路の国道昇格を国に請願して国道に昇格させることが地方自治体が道路整備を進める上での有力な手段となってきた。大規模な新設や改築が伴う道路整備においては地方自治体が道路管理者となっている補助国道の場合、自動的に国が事業予算の2分の1を負担することとなっているが、都道府県道では主要地方道などの例外を除いて、 国から補助を受けることはできない。こうした背景にあるのは、地方の財政は国に比べて潤沢ではないからである。国道の中には、迷路国道、迷走国道と呼ばれているものがあり、路面や勾配などの路面的な悪条件以外に、不合理で奇妙なルートの取り方で印象を付けられている、国道を指している。これらは、都道府県が在来あった複数の県道などを、 つなぎ合わせて、国道に昇格させたい路線として道路が一本化、されていく過程で、不自然な線形が生まれたものであると同時に、一般国道の追加指定が行われてきた、後発路線になるほど、奇襲転換で、すでに整備されている道路よりも、あえて今後整備を必要とする道路が選択される、傾向が強くなった結果でもある。時間を経ても、 国道状態の国道が存在する理由は様々であるが、その多くは路線が国道路線として指定された後になってから、当該路線の整備事業計画の見直しや、ダム事業など他事業との統合、技術的、地域的な諸問題が判明したことにより、道路事業計画自体が延期されるなどが繰り返されてきた、結果、国道状態の道路がそのまま取り残されているのが実定である。 時間は長期化しているものの、そのほとんどは道路整備事業自体が止まっているわけではなく、諸問題が少しずつ解決されるに従って、数年単位で国道は減少を続けている。実際に、平成5年度から平成24年度の19年間で、国道の特徴にも挙げられている自動車、通行不能区間の延長は、175km から 143km へと、 減少している。落ちたら死ぬ。看板鬱蒼とした奥深い山間部を一車線の未改良道路が貫く安峠の石畳、浜町アーケード階段国道奥畳湖畔の荒い越し事実上廃道となっている長期通行、止め区間と八尾津町道との分岐点に設置された通行止めゲート県道への迂回を促す看板国道と呼ばれる一般国道は 300万台以降の比較的年代の若い国道に多く、地域別では人口の少ない西日本の山岳地に多く分布し、特に紀伊半島、四国内陸部、中国山地に集中する。全体としては長野県から九州南部にかけた中央構造戦争いの険しい山地に多く存在している。イカロス出版、国道を行く。 国道を行くにでは以下の一般国道が国道として紹介されている。ほぼ全てが指定区間に指定されていない都府県管理区間であることがわかる。石暮峠のコンクリートブロック上起動所収録のものに限る。国道だけを集めた DVD が発売されている。ありがとうございます。